逆光か。お花です。あつみです。はい、今日はなんでそんなに切ってんの眩しいからさ、今サングラスしちゃったんだけどさ、ちょっと眩しくないやん、全然眩しい。さ、絶対動画やからって言い切ってやろ。今痛い痛い、運転中やぞ今日は。この間ね、私が質問コーナーを募集したんですけど、ストーリーで、はい、それをちょっと答えていきたいと思います。さあ、どんな質問が来るのかな。何でも答えてやるぜ、俺がな。もう一回止めよう。さあ、では始めていきます。なんか一番多かったちょっと質問なんですけど、はい、馴れ初め、はい、馴れ初めは、まあ、彼が最初 TikTok で見つけてくれて、その後インスタお互いフォローして、まあ、DM で会話するようになって遊んだって感じかな。そうやな。で、それでまあ気があって告白してくれて付き合ったって感じです。そうですね。なので、まあ簡単に言えば SNS です。はいはい。現代的、現代的に何歳差ですか？2歳差です。はい、25で彼が27です。はい。保育の仕事は大変ですか？まあ正直大変です。うん、まあ、大変じゃないお仕事はないと思うし、うん、なんかそれこそ保育士は子どもの命を預かってるから、なんかやっぱ神経張らなきゃいけないとか、まあ、子ども一人一人をしっかり見ていかなきゃいけないので、まあ、もちろん大変なんですけど、子ども好きじゃないとできん仕事じゃない。なあちゃん大変大変って言うけど、めっちゃ楽しそうやもん。やっぱり俺には無理やなと思う、それは。そんな、なんかすごい楽しそうやもん。やっぱり子ども好きなんやなと思うの。大変っていうか、まあ子どもが好きやったらっていう感じじゃない。毎日 LINE はしますか？します。でも、まあ、もう一緒に住んでるからさ、うん、なんか雑談とかそんなしいよね、別に。まあそんなね、もう帰るとか帰らへんとかそういう話。帰る帰らへんも全然言わなくない？だって勝美くん遅いじゃん。予定を立てたりも別に直接会って話せるから、うん、すぐそういうのもしないし、うん、休養で YouTube の内容とか、ちょっと打ち合わせしたい時は話したりとか。そう、だから業務連絡やな、ほとんどもう俺らの場合。うん、かな。まあでも全然ふざけたりするけどね、 LINE。 まあな、うん、その前なんか適当って感じやな。うん、うん、お花さんはなぜ保育士を目指そうと思ったんですか？保育士への質問ばっかりやな、すごいな。やっぱり私兄弟が下に3人いるので、まあ、昔からね、妹や弟の面倒を見るのがすごい好きで、うんうん、でその妹とか弟とかの友達もいたから、うん、すごい年下がめっちゃいたのよ、とにかく、うん、でその子たちと遊んでるうちに、まあ、先生になりたいなと思って。そうなんや。兄弟が多いからかな、うん、お二人の好きな映画が知りたい。かつみくん何？何回も見たのはルローニケンシンの実写。 あれめっちゃかっこいい。佐藤健かっこいいよな。佐藤健ちゃんファン。花ちゃんは昔見てたのは海猿が好きだった、うん、お仕事も SNS も両立頑張れるモチベーションは何ですか？モチベーションモチベーションなんだろうね。はなちゃんないよ、それがなぜか。なんかもともと SNS も趣味でやってたから別に楽しいって思えちゃう。それがすごいねって、うん、天賦の才能です。なんか編集とかもすごいなんか好きだから全然楽しんでやれちゃうまあだから保育士は仕事でやってて、 SNS はまあ楽しんでやってるってことやな。まあそうだね。素晴らしい。副業だけど別に趣味感覚でできちゃう。すごいな。多分それがなくなったら多分なんか何やっていいのか分かんない、うん、おすすめメイク下地教えてください。あー、メイク下地ね。あー、何だよ。俺はな、石油でしょ。俺はシュウエムラやな。いや、さっき木更津アントレット行ってなんかシュウエムラ見てからずっと俺シュウエムラシュウエムラのなんかなんかクリームとかすってやっぱリップはシュウエムラ一択。やっぱり私マキアージュ使ってます。最近マキアージュのあのパープルのやつあれ使ってたりとか、あと前は、キャンディードール の水色のやつ使ってました。結構水色の、では行きます、続き。おいおい、トンネルじゃねえか。またやん、またやん。暗、ちょっと眩しすぎるからサングラスしちゃう。やばい、うわおすすめのデニムセットアップが知りたいです。でも勝美くんのさ、あのアンフォークのデニムセットアップめっちゃ可愛かった。あ、そうやな、デニムセットアップ作りました。うん、ノーカラーデニムと、うん、普通のデニムパンツのセットです。あれ可愛かったな。うん、お互いのここだけは譲れないのは直してほしいところ。お互いの夢、二人の夢でもなんか冗談
体調を気遣って言ってる。何も言わへんかった。俺がソファで寝てるだけの人になって俺。うん、そうだよ。違う。仕事で帰ってくるのがもう1時とかなって、まあ、そうそう。もうちょっと疲れすぎてソファで寝ちゃうっていう。いやでもこれは自負してます。はい。思考をとりあえず落ち着かせなあかんな。まあそうだね。機嫌悪い日にそれを前面に表に出してくれるところ。いや別にいいやけどな。いや機嫌悪くてもいいけど限度がある。うん。二人の夢。夢か。雑誌には載ってみたいな二人で。ああ、それマッチの雑誌とかな、乗れたら嬉しいな。そう、乗れたら嬉しいなって。イベント出れるからだもんな。そうだね。うん。これ終わった頃に出てんじゃない。お前の。まあそれでも一つ目標やったから嬉しい。そうだね。こっからちょっとな、もっといろいろできたね。加速していこう。うん。私も保育士してます。保育園にはどんな服装で行かれますか？マジでスウェットになんかパンツのみ。もうなんか別にファッションのことは1ミリも考えてなくて、正直出勤するだけだし、なんか別におしゃれしていく場所でもないし、すっぴんで別に行ってもいいし、別にネイルもしないし、髪の毛も別にボサボサでもついたら結ぶし、って考えたら別になんかおしゃれもしなくてもいいかな。みんな想像できないぐらいマジで適当。冬を毎日持つコートやった。うん、毎日持つコート で毎日同じスウェットとか、本当にそれくらいのレベルです。まあでもそんな前な。リノのバスクシャツめっちゃ可愛いです。どのサイズを着用されてますか？めっちゃ可愛いね、バスクシャツ。これね、2年前くらい、2、3年前かなに買ったんですけど、これは1番のサイズかな。結構大きめのサイズだから、ちょっと一回りちっちゃいサイズを選んだ方がいいです。今年いちごスイーツ食べましたか？食べた？食べてない。なんか今ね、横浜の赤レンガ倉庫でやってるみたいなんだけど。今度行こう。いいよ。逆に教えてほしいです、スイーツ。確かに確かに。うん。どんなスイーツがあるか教えてください。うん。夫婦でおしゃれになりたいのですが、どんな系統から始めるのが初心者向けですか？どれが別に初心者向けというよりは、もうその人に合ってるかどうかみたいな。そうだね。参考になる人見つけて、その人の真似するのが一番早いです、最初は。うん。そこから派生させていくのが一番いいですね。うん。ぜひ私たちの系統を押します。今二十歳なんですけど、楽しそうっていうライトな気持ちでお付き合いしてもいいと思いますか？ OK OK、 全然ありです。うん。危険なことはしちゃいけないんですけどね。そうね。健全そうな人だったら全然 OK だと思います。うん。度合いを考えて、遊ぶのはいいです。うん。お互いの好きなところを一個にしよう。いいよ。ストイックなところ。おお、そうなん。仕事頑張り屋さんです。あざす。はい。なんか私も頑張ろうっていう気持ちになる。すごいな、そうなんや。まあ俺は素直なとこかな。何回も言ってる気がするけど、素直、正直、嘘がない、どうせしようってなったきっかけは、まあ、辰巳くんから言ってきたな、最初は。きっかけっていうか、まあ2人ともあれですからね、出てきてるから、僕京都からで、はんちゃん仙台からで、だからなんか安心かなと思って一緒にいる方が。そうだね。何かあった時に助け合えるし。そうそうそう、越してきた時から言ってたから。そうだね。なんか最初から言ってたね。うん。私はやっぱ付き合ってからちゃんとお互いのことしてお互いのことを知って、もうちょっとなんか距離を詰めてからもいいなと思って、最初は躊躇してました、私も。まあまあそうやな。だから半年経ってからぐらいかね。うん。それでも早いけど。早いな。うん。でも大人やしな。喧嘩しないんですか？そんな過去にはしない。話し合いの場が増える中で、やっぱシビアになってそこからっていうのもあるかな。なんじゃん、すねるから。血がすねるから、そこからちょっと気まずい雰囲気。彼氏がお二人みたいに服を共有してみたいって言っています。どのアイテムがしやすいですか？カバンとかかな、一番やりやすいな、やっぱり。そうだね。サイズがどれぐらい似てるかによるよな。そうだね。私たち同じ身長、同じ身長でもないけど近い。そう、近い身長だから、それこそコートとか全然共有とかできるけど、身長がもし離れてたら、まあ、この系がいいかなと思います。そうね。サイズ関係、シャツとか。ああ、シャツとかね。そういうちょっとサイズがごまかせるというか、関係ないものはいいかも。女の子だったらオーバーに着れるのも可愛いしね。そうやな。そうですね。春に一つ持っていたら、着回しの効くお洋服教えてほしいです。トレンチコート。ああ、マジで。ワンフォークのトレンチコート、私一回着たんですけど、めちゃめちゃ可愛くて、
させていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。食生活で気をつけてることとかありますか？食生活か、まあ、基本私が毎日作ってるんですけど、うん、それこそ野菜は緑野菜を絶対入れるようにしてます。それこそなんかサラダがない日とかはお味噌汁に入れたりとか。なんていい嫁なんだ。味噌汁は極力つけてあげたいかな、うん、やっぱお味噌は体にいいのでね、うん、って感じです。一旦休む。一旦トンネルを入れまーす。胸キュンエピソード、これは多分彼女側だね。ないね。おなんかもう私たちは親友みたいな関係かつ恋人みたいな関係性だから、うん、なんかそんなわっかっこいいみたいな、まあ、あんまりないかもあるやろ。ん、僕の腕の中でつって気持ち悪っ気持ち悪っ。付き合ってどれくらいですか？今年の6月で2年なので、うん、計算してくれ1年とまあ9ヶ月くらいちゃう多分か、うん、です。はい。お二人の初めてのデートはどこでしたか？せーの、みなとみらい。お二人が使ってるお財布のブランドをよければ教えてください。実はお互いにまあ私日は別々だったんですけどプレゼントしたな。私がエンダースキーマのプレゼントをあげて、うん、誕生日プレゼントに、うん、で私はクリスマスプレゼントに、イルビゾンテの財布をもらいました、うん、お互いの選んだ財布を使ってます。そうやな、なんかいいな。なんかいいじゃない。なんかいいな。ホワイトデーのおすすめ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 マジでなんやろな。クッキー分からへん。何あげたらいいんやろな、ホワイトデーってな。まだ考えてないよ俺、ね、もうまた飛んでるやぞ。はーい、負けんなよ。終わります。長さ 4100m、 4キロもあるやん。スキンケアはどんなことをしていますか？かつみくんは無印使ってるよね。そう、なんか無印の導入化粧水と化粧水と乳液、ベーシックでいいんやと思う。最近キールズ使ってます。結構キールズの美容液とかクリームを使って、ちょっと美容液でちょっとバットを上げて、クリームで保湿してます。俺もキールズかな最近は。はい、次。倦怠期ってありましたか？あったらどう乗り越えてたか知りたいです。まだなんじゃん。言うてまだ1年半ちょいやで。そうだね。そう、多分俺らまだや、まあ、来る気配全くないけど。みんな逆にどうなんだろう。ちょっと教えてほしいな。倦怠期、逆に私たちが来た時に参考になるかもしれない。年下彼氏のため、来年から社会人と学生になるため、信頼してもどうしても不安になっちゃいます。じゃあ彼女側が社会人で、あ、そういうことか。彼氏が学生か。あ、環境変わると何かしら起こる可能性あるからね、やっぱり。そうだね。心配しても仕方ないところではあるような気はするけど、まあ、どこまでお互いこの信頼関係が気づかれてるかっていうの。信頼するしかない。相手を信頼するしかないかな。あと豆に連絡取る、これはめっちゃ重要。そうだね。忙しくても会った方がいいな。私も保育士です。保育着って何着てますか？きっと保育着やエプロンも素敵なんだろうなって。私はエプロンじゃないんですけど、指定のユニフォームを着てます。お二人がよく聴く音楽があれば教えてください。私はスミカ。そうなの？え？そうなの？何が？そうなの？よく聞く音楽。うん。でしょ。俺は、オーラルシガレッツ。うん。そうだね。大学生の時から好き。マンネリ化しないためには。あ、でも超助かるなって思うのは、アナちゃんが結構いつでもなんか手抜かないとこがすごい助かってる、女の子として。なんかちょっと夕方会う時に化粧直してきたりとか、この前そうやったけど。なんか家いても、そんななんかじゃあ例えば服脱いで歩いたりとかシーヒーとか、なんかめっちゃ助かる。そういうのなんかが結構崩れ始めたら、なんかこっちもちょっとこうなんやろ、まあ、女の子としてみたいな。そう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 、はなちゃんのだからそこはすごいなと思う。まあ俺も逆にそのあるけど、それは。まあそうね、うん、海外に行くとしたらどの国に行きたいですか？俺は圧倒的にイギリス。私はフランス、パリ。フランスな。うん、エッフェル塔見に行きたいの。
お互いファッションで影響を受けたものはありますか？受けまくってるな。それこそ今赤肩掛けとかしてるけど、やっぱ一緒に住み始めて、うん、こう明日のコーデどうするとか一緒にやり始めて、うん、こんな赤の肩掛けだって考えられへんかったけど、見てたら羨ましくなってみたいなのはめっちゃある。私はその色のリンク、うん、色を拾ったりするのもあんまり得意じゃなかったんですけど、うん、まあ、金ボタンのバッグを持ってるから、うん、じゃあ金ボタンのビット付きのローファーを選んだりとか、うん、なんかそういうのとかしてこなかったから、うん、付き合う前とかね、うん、だからそういうのも影響あったなって思います。僕の天才的なセンスから学んだ。記念日に何か送り合ったりしてますか？してません。してないな。でもいや1年とかはなそれで重要やけど、毎月な、うん、なんか、まあ、普通に忘れてるよな結構。忘れてます。あ、そう、6月12日なんやけど、うん、12日過ぎてあーって言って、うん、そういえばぐらいの感じじゃないっていうか、うん、でもなんか私はなんか毎日それこそご飯作ってるから、まあ、12日がなんかあの休みの日とかは、うん、料理をちょっと豪華にしたりとか思い出した日はしてます。思い出したらって感じで。動かすな。はい、ってことで、まあ、こんな感じで、質問ちょっとね、まだあったんですけど、ちょっとこれくらいにしといて、なんか逆にもっと聞きたいことあったらあのコメント欄に、うん、全然コメントでも答えるので、うん、たくさん送ってください。はい、来週はついにファッチマルシェのイベントにな行くから、キャー、この動画上がってる頃に明日や、明日明後日、明日だね。そうだから、その様子を、お届けしようと思います。お届けします、はい、なので楽しみにしててください。うん、運転ありがとな。うい、運転好きやからな結構、うん、じゃあ、はい、皆さん良いお年を。なんでやねん。しかもなんで会うねんそれが。次の動画でまたお会いしましょう。せーの、ね、バイバーイ、バイバーイ。